それだけ全体に油がね、馴染むように沸いたところに入れた冷蔵庫で冷やしとけば、ね、ちょっとなんか一品欲しい時とか最高じゃないですか。こんなのちょっと出してくれば暑い時いいね、このキンキンに冷やして。賛美両論の笠原です。今日もよろしくお願いします。笠原さん、今 YouTube 始まって、はい、結構な反響ですけど。あ、そうですか、嬉しいですね。本当に前も言いましたけどね、 YouTube だけは手を出さないと思ったらね気づいたら娘にも言われまして。お、あ、それはあの自分から言ったんですか。いや、娘の方にバレましたね。あ、バレました。パパ YouTube やってるのって言いました目つきが悪いと怒られました顔もむくんでるよなって、しょうがないだろう。じゃあ、あのもっ と伸びたら娘さんも喜ぶ。喜ぶんじゃないか喜んでくれます。じゃあ今日はね、はい、大変でして、はい、近所の八百屋で、はい、おばさんたちが、はい、まあ立派なおナスって言ってたからつい買ってしまったナス。たまたまね、八百屋の前を通った近所のおばさんたちが、はい、なんかおばさんたちって絶対ナスには立派なおナスって言ってねなんでだろうね。でもほんとね、ナスが美味しい時期ですから、今日はだから定番の料理ね、ナスの田舎煮を作ろうと思います。じゃあ立派なおナスを料理しますよ。今日はね、ナスのね、田舎煮物にするんですけどね、まずね、まあ、これもいろんなね、あのやり方ありますけど、まず私はね、今日はちょっとヘタを落としちゃいましたね、全部ね。でもこのヘタはね、あの取っといてください。後ほどなぜか説明しますけどね。でね、ナスっていうのはですね、どうしてもね、この皮が硬いんでね、味が染み込みにくいお野菜なんで、これはね、皆さん、あの僕はね、ちょっとあの料理人ですから包丁で細かく切れ目を入れますけれども、皆さんはあの何箇所かに切れ目入れるぐらいでいいですからね。僕はあのね、こう細かくぐる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 とね、全体にこうやって包丁の切れ目を入れます。わかりますかね、細かく包丁で切れ目が入っているのが、これまあね、全体にこうやってやってあげます。火の通りをよく、そうです、火の通りと味の染み込みですね、これね。細かければ細かいほどいいんですか。いや、これはやっぱ細かい方が、要は仕上がりが綺麗なんだよね、まずは。で、当然、はい、細かい切り目がたくさん入ってる方が味も染み込むし食べやすくなりますよね。ただやっぱちょっとこれは大変な作業なんで、皆さんはね、できる範囲です。ナスってね、いろんなお料理法あるから、ナス料理は僕もね、まあ2万は普通にありますからね、2万レシピだと思います。今一応視聴者的には全部で2万だと思ってますけど、全然ちょっと言い過ぎたかもしれないナスだけで5000ぐらいはい、じゃあこんな感じでね、全体になんて細かい切れ目を入れました。そうしましたらね、ナスというのはですね、油ととても相性がいいんですね。なので今日はね、これをね、煮る前に油で炒めます。本来はね、油でね、一回ねさっと素揚げした方がいいんですけれども、ご家庭でほら、やっぱあんまり油って使うの大変だと思うんで、今日は炒めるだけにしよう。じゃあね、フライパンでいきましょう。フライパンにね、油はちょっと多めにいきます。ナスはね、油と相性がいいんでね、これは火を通すというよりもナスにね、油を絡めるという作業なんで、まあ、表現中火でいきます。で、この時にこの取っといたヘタも入れます。もうヘタ結構捨てちゃいますよね。そう、あのね、ヘタとね、一緒に煮るとね、ナスは綺麗な紫色が保たれるんですね。なんかなぜかね、ヘタと一緒に煮た方向、色が紫色の仕上がりが綺麗になる気がするんですね。で、当然煮るから食べられますよ、ヘタのところもね。今度は全体に油がね、馴染むようになって炒めて、目安はね、まあこれだん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 ちょっと切れ目が、わかります、ちょっと開いた感じがしてるんで、火を通すときは全体的にナスの色もちょっと紫っぽくなってくるんでね、火が入るので、ね、これぐらいまで炒めて、うん、いい感じですね。大体ね、これぐらいですね、目安は。そしたらね、今度これをね、煮ていきますけれども、煮汁を作ります。ただお鍋にこれお出汁です。
カツオドポン酢とか一般的なお出汁、あと加える調味料がお醤油、みりん、お砂糖を入れてちょっと甘くします。で火にかけて、さらにねここに入れるのがね、これまあなかったらいいんですけどね、桜エビね、乾燥の桜エビ、これはあのスーパーで売ってるやつ、スーパーで売ってるやつですよ。ナスはねエビの風味ととても相性がいいので、これちょっとねさらにお出汁をエビの風味で美味しくします。さらにさらにナスをね紫色な綺麗に煮るためにはね、昔はね鉄の釘を入れたりとかして煮てたわけですよ。鉄分がねナスの色を綺麗にしてくれる。なので、ね、最近ねホームセンターとかでねこういうの売ってるんですよ、鉄の玉。これはおせちの黒豆を煮るときに入れたりとか、ね、ちょっと黒豆の色が良くなったりとか、ようにね売ってるんですよね。今日はそれをもう20人入れてるんです。ナスの紫色が綺麗に出ます。あったらちょっとこういうの入れるとね、ナスの色が紫で綺麗になると知っとくといいかなという情報です。もう一個ね大事なのはね、一回煮汁は沸かしてください。これ冷たい煮汁に入れると、これさっきこうやってナスこれ炒めてるでしょ、この炒めた油がね中にねこもって油っぽい仕上がりになっちゃいます。なのでこれ沸いたところに入れてあげる。沸いたところに入れるとね、ナスの中にある油がね外に出て仕上がりがすっきりします。それでヘタも入れますよ。今ほらこれだいぶナスの色がもうほぼ茶色になっちゃってるでしょ、皮が。煮汁に入れるとこくすんでね、こういう色にどうしてもなります。一回冷めると色が戻ります。なので落とし蓋してね、感動ですね、あれも落として火加減をね弱火と中火の間ぐらいに落としてコト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 煮ていきます。はい、じゃあさっきからね落とし蓋をして煮ていたナス15分ぐらい煮ました。それで今こんな感じです。でこれを一回火を止めて完全に冷まします。この料理はまあ温かくして食べてもいいんですけれども、僕はね一回ね完全に冷ましてでね、特に暑い時期はね冷たくして食べるのが僕美味しいと思います。なので今日はこれ一回冷やしましょう。粗熱が取れるまでねこのまま常温で置いて冷蔵庫に入れてしっかりと、ね、冷やしたいと思います。それであとね最後上にちょっと乗せるね薬味としてね、ナスにはねみょうがが相性いいのでね、みょうが小口切りにしておきましょう。で少し水にさらしておきます。ちょっとね水にさらすことによってみょうがのちょっとえぐみとかね辛み抜けますけど、ただこれもつけすぎるとね香りなくなっちゃいますから 2,3 分つけとくぐらいでいいですよね。もうしっかりと粗熱が取れた後にねこうやって冷蔵庫の中に入れて、これもね上にこういうちょっとペーパータオルとかねかぶせといてあげると味が染みていいと思いますのでね、さっき色がちょっとなんか茶色っぽくなっちゃったでしょ、でもこうやって一回冷やすことによって、もう一回分かりますかね、ちょっとこのブルーな感じが戻ってるのが、はいはいはい、日本料理ではナスコンっていうんだよね、要はナスのコン色っていう意味で、そういうことですか、時間が経つともうちょっと戻ります。だからまあ1日ぐらい置くと本当にね、もうちょっと綺麗な色になります。まあ、食べやすいサイズにね盛り付けるときは切ってあげます、ね、冷蔵庫で冷やしとけばちょっとなんか一品欲しいときとかに最高じゃないですか。こんなのちょっと出してくれたら、みょうがをトッピングしましてお料理屋さんみたいでしょ、ね、ナスの田舎にでございます。立派なおナスって言ってた、ね、近所のおばちゃんたちに感謝しながら食べます。あー美味しい。やっぱ炒めてるからねちょっと油のコクがあって、でその後ナスの果肉とこの煮汁がちょわっと出てきて、あとやっぱり桜エビ入れてるからこのエビの香りもしてねいいですよ。一見地味に見えますけれどちゃんとしたご飯のおかずにもなると思いますし、おそうめんのね具にしても美味しいんだよ、はいはいはい、で今日はほら一緒に煮といたヘタもちゃんと食べれるって証明しますからね、美味しい。矢部さんビールいいかな、はい
これもビール。やっぱしね、うん、油のコクがあるから、うん、十分ビールのつまみにもなる。暑い時いいね、このキンキンに冷やして。キンキンに冷やしてって間違えたの、ケロンパに冷やしてって言ってたんですよね。キンキン、ケロンパ。キンキン。矢部さん、食べて。はい、修行した場所に買うんだ。おいしい。もう食っていいですね。いいよね。こういうおいしい和食を子供にいっぱい食べてほしいです。和食ってほら、四季があって季節ごとにこうおいしい食材が出てくるから、そこが楽しいじゃね。飽きないよね。今日は多分あのおばちゃんたちも、まあ立派なおなすって言ってたけど、これ冬になったら、まあ立派なお大根って。言い方が桜エビはこのエビと相性がいいということですね、入れましたけれども、あとまあエビの代わりなんかだとちょっと面白いところで、サキイカを一緒に入れてみてね、ちょっとイカのお出汁を出したりとか、あとは煮干しでもいいし、またそんなの入れてもまた違った風味で美味しいと思います。